4回目よろしくお願いします。今回は表現力をつけて広い空間を意識して歌おうと思って学校のホールで練習をしました。一人でホール全体に声が響き渡るように歌うのはすごく大変だったんですけど、ホールの隅々まで思いを届けようと思っていっぱい自分の声も表現も大きくしようと心がけて歌えるようになったと思います。今日はよろしくお願いします。あ、願いが届くならもし夢が叶うなら他には何一ついらない、もし夢が叶うなら他には何一ついらない、自由に浜辺を歩けるそんな日が、はい、今回のレッスンまでで技術的なところたくさん詰めてきたと思うんですが、今日は誰かに聞いてもらう、表現するということを意識してレッスンしていきたいと思います。じゃあ今日は体を使って歌うということを意識してもらいたいと思います。ちょっと足広げてもらって、ちょっとしゃがんで、ここから上に上がっていくけど下の意識を持つ。ひかりちゃんダンスもやってると思うので、そのプリエからグランプリエから上がってくる時の意識、それを意識してやってみてください。はい、自由に浜辺を歩けるからいきますよ。はい、3、はい。歩けるそんな日が。今歌ってもらって、ちょっと口の開け方が気になったので鏡を見てみましょう。願いが届くならって歌ってみて。願いが届くなら、そう、今横に広がってるんだよね。それをならの時に、願いが届くなら縦に開ける意識で、口先だけじゃなくてここに口の軟口蓋があるとしたらちょっと奥を開ける意識、もう一回鏡見ながらやってみましょう。願いが3、はい。願いが届くなら、もう一回やってみようか。せーの、願いが届くなら。今までお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日は誰かに聞いてもらう、そういうことを意識してレッスンしていたと思いますが、最後に演奏してもらって本当にこう聞き心地が良くなったし、とっても伝わってくるものがありました。これからはもちろん今までにやってみた発声練習だったりとか、意識メンタル面もね、トレーニングしていって、それでどん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 もっと素敵なパフォーマーさんになってほしいなと思います。はい、これからも頑張ってください。はい、本日はレッスンありがとうございました。4回レッスン、4回のレッスンを通して、すごく歌うっていうことに対する自分が変わってきたなと感じています。今まではただ声を出して好きなように歌ってきたんですけど、声の出し方とか相手に伝えることを本当に意識できた1ヶ月間だったなと思います。4回レッスンありがとうございました。いつも動画を見てくれてありがとうございます。こんな感じでこれからも動画を配信していくので、ぜひぜひご覧ください。チャンネル登録よろしく。